山口ジャンクションは、山口県山口市黒川にある、中国自動車道と山陽自動車道のジャンクション。湯田 PA にて、中国道を合理方面から走行すると、浜田、大阪方面の中国道山口インターチェンジ、方面へ向かう2車線の本線から広島、大阪方面の山陽道、山口南インターチェンジ方面の2車線のランプが、分岐する構造となっている。 交通量は沿道人口と線形の関係で中国道より山陽道の方が多いが開通時期の関係で戦術のような構造になっている。なお逆方向は本線が路面表示により一車線に減少されている。従前は中国道山口インターチェンジ方面と山陽道は行き来できないハーフ JCT であったが この方向を接続するランプが2008年11月11日に共用開始しフル JCT 化され全方向への通行が可能となった。この新しく完成したランプウェイは1車線ランプとなっている。中国道合里方面からの車両の多くはこの山口 JCT で山陽道に乗り換えて岩国広島方面に向かう。一方、山口 三次方面の中国道は連続するカーブや標高700メートルの峠越え、さらには陶器の風雪による通行規制の多発などもあって通行量が少なく換算としており、対向車も休日などを除けばほとんど目にしないことが多い。このこともあり、東 JGT 広島北ジャンクションまでの区間にかつてあったかのサービスエリア、吉和サービスエリアの ガソリンスタンドが共に廃止されている。また、神戸 JCT で再び中国道と合流するが、新名神高速道路の神戸 JCT、高槻 JCTIC 間が開業して、以降は山口 JCT 伊藤においては、中国道を経由しなくても京都伊藤に走行できるようになった。かつては現地の案内で山口 JCT の名称は用いられておらず、 中国道小郡方面からの案内板には33山陽道分岐と書かれており他の方面からは中国道と山陽道の合流を示す看板があるだけで JCT としての案内はなされていなかったしかし2001年に山陽道宇部下関線が開業してからは下関 JCT でも山陽道と分岐するようになり中国道小郡方面で 山口 JCT の名称が用いられるようになった。また、2008年のフル JCT 化に伴いたの、方面でも山口 JCT の表記がなされるようになった。ありがとうございます。